アリカンテ県、またはアラカント県は、スペイン・バレンシア州の県。県とはアリカンテ。スペイン5名とバレンシア5名が、優劣のさなく公式名であり、両言語名を、スラッシュで区切って、アリカンテ、アラキントと表記されることがある。アリカンテ県の地勢北側は、バレンシア州・バレンシア県、南側は、ムルシア州、西側は、カスティーリャ・ラマンチャ州。 アルバセーテ県に接しており、東側は地中海に面している。アリカンテ県北東部の地中海岸にはナウミサキがあり、アリカンテ県南端のすぐ南側にはマールメノールがある。北西部は山地が広がるが、地中海沿岸や南部には平地が広がる。山地はスブベティコ山系の一角にあたり、アイタナ山、カンパーナボン、モントカブレール山、 カラスカールデラ・ホント・ロハヤマ、マイグモウ3階、クレビリエント山地、モントゴウ3階などがある。乾燥した気候であり、降水量が少なく、大規模な河川は存在しない。通常時には、水が流れていないランブーラが多く、これらの河川では、豪雨の際に、飲み水が流れる。ベニアレス貯水池から北東に向かって、ガンディア付近で、地中海に注ぐ広い長は、 アルコイ近くから北東に向かって流れるセルピス川、アルテア付近で地中海に注ぐアルガル川、アマドリオ貯水池を持ちビジャホヨーサ、ラ、ビラホヨーサ付近で地中海に注ぐアマドリオ川、内陸部のビリエーナ近郊を通るがエルチェに至る前に、水流がなくなっているビナロポ川、ムルシア州ムルシアなどを流れた後に、オリウエラを通って地中海に至るセグラ川などがある。地中海沿岸には、 エルフォンド自然公園などの湿地がある。アリカンテ県南部には多数のラグーンがあり、マ、ま、タエンコとトーレビエハエンコはまとめて、マタコ、トーレビエハ湖自然公園に指定されている。アリカンテ県の大部分はステップ気候であり、年光水量は300ミリメートルを下回る地域が多い。長い夏季はとても暑く乾燥しており、冬季は涼しい。 北東部のナウミサキ周辺などは、半乾燥性気候より、穏やかな地中海性気候である。アリカンテ県に卓越する植生は、タイムや、白新属などの寒木である。地中海に面するアリカンテ内陸部にある、エルチェ2017年の人口は182万5332人で、あり、これは、スペイン全体の4.11%を占めている。人口は、 スペインの50県中、第5位である。人口自体は、州とバレンシアがある。バレンシア県を下回るが、人口密度は、バレンシア県を上回っている。人口が集中する都市はあるものの、ある程度は、まんべんなく分散している。1833年スペイン地方、行政区分裁編では、スペイン全土に49の県が設置された。この際に、 アリカンテ県も設置され、県とはアリカンテに定められた。1939年から1975年のフランコ独裁体制化を経て、スペインの民主開口期の1970年代末から1980年代初頭には、スペイン全土27の自治州が設置された。1982年7月10日には、アリカンテ県など8県からなるバレンシア州が発足した。 県内には126のムニシピオがあり、9のコマルカに分けられる。地中海岸には北からガンディア、デニア、ハベア、シャビア、ベニドルム、ビジャホヨーサ、ラ、ビラホヨーサ、県とアリカンテ、トーレビエハなどの自治体がある。山地が広がる北西部の内陸部にはアルコイアビリエーナやエルダがあり、平地が広がる南部の内陸部にはエルチェやオリウエラがある。 1967年には、アリカンテとエルチェの中間付近に、アリカンテエルチェ空港が開港した。コスタブランカへの観光客などが利用しており、年間旅客数は1000万人近くに達している。旅客数は、バレンシア空港をしのいで、バレンシア州最多であり、スペイン全体では、アドルフォ・スアレス・マドリード・バラハス空港、バルセロナエル・プラット空港、パルマデ・マヨルカ空港、 マラガコスタデルソル空港などに次ぐ規模である。旅客便の80%は国際線であり、イギリス、ドイツ、オランダからの旅客数が多い。最も規模の大きな港湾はアリカンテ港であり、特にクルーズ船の寄港地として知られている。アリカンテ港からは、アフリカ大陸のアルジェリアのオランやアルジェに向けて、アルジェフェリーズによる定期便が運航されている。 その他にも、大小25以上の港湾があり、漁港とヨットハーバーの機能を兼ねている港湾が多い。デニア港からは、バレアレス諸島のイビサ島やマヨルカ島に向けて、サンタポーラ港やトーレビエハ港からは、サンタポーラの沿岸 5km にあるタバルカ島に向けて、定期便が運航されている。アリカンテ大学アリカンテ県には2つの公立大学、1つの私立大学、 一つの高等高科学校がある。1552年には、バレンシア王国で、バレンシア大学に次ぐ2番目の中世大学として、オリウエラ大学が設立されたが、スペイン王国のフェルナンド6世の治世の1835年に、閉鎖されている。スペインの民主化後期の1979年には、アリカンテ県発の公立大学として、アリカンテ大学が設立された。 アリカンテ大学は、アリカンテの北部郊外のサンビセンテデル・ラスペーグに広大なキャンパスを有し、50以上の専攻で3万人以上の学生が学んでいる。1996年には、エルチェにエルチェ・ミゲル・エルナンデス大学が設立され、約1万9000人の学生が学んでいる。エルチェにあるメインキャンパスの他に、オリウェーラ、アルテア、 サンジョアンダラカントにも小規模なキャンパスを有する。カトリック系の私立大学として、1999年には、エルチェニセウ、カルデナルエレーラ大学が設立された。マドリードのセウサンパブロ大学やバルセロナのアバトオリーバセウ大学と同系列である。アルコイには、バレンシア工科大学に付属する、アルコイ高等工科学校がある。アリカンテ県に、 まだ大学が存在しない1964年に開校した高等高科学校である。ありがとうございます。